はい、スノーボードの片付けも終わってですね、ビンディングも片付けようと思ったんですけど、ちょっと動画、記録にちょっと残しておこうと思いまして、まあ、それはここですね、フォワードリンアジャスターがあるタイプとないタイプのもの、自分もですねこれ使って、まあ、今年で、まあ、2年目なんですけど、スノーボード始めた時からですねずっとこちらの方しか使ったことなくて、このアジャスター、ここでアジャストできないのは、まあ、どうなのかなと思って2年前に買ってみてですね、いやそれでまあ使ってみたんですけども、結果そんなにですねシチュエーションこだわらなければ全然問題ないってことが分かりました。で、まあ、今これフラックスのビンディングでですね、まあ、DS っていうタイプでカタログの本当にど真ん中にあるモデルですね。この上に、まあ、この XF とその上に XV と、まあ、この DS の下にも、まあ、いくつかあるんですけども、本当にこのアジャスターがなくて大丈夫なのかっていう話ですよね。で結果ですねほとんど問題なかったです。デメリットとしてはまあその場でこうカチャカチャこう細かいこういうこのくらいのこう動きですよね、この傾きの調整ができないので、まあ、確かにこっちの方が少しこう不便さはあるんですけど、一度決まってしまえばそんなにこう変えることがないので、問題ないかなというふうに思います。まあ、これ横を見るとですね、まあ、ここにこう 1,2,3 と3つ穴が開いてますので、まあ、これを前に、ずらせばこう倒れると、で、後ろで止めればこう前へ倒れるということですね。でさらに細かい調整は、ここですね、ここのナットというか受け皿の方でも多少のこう前後ができるので、これを使って、まあ、この調整を行うということで、自分が気に入ったこの角度を出すのには少しこう時間は確かにかかるんですけど、一度決まってしまえば全く問題なく滑れますのでね、まあ、当然、まあ、こういうこの角度というかこの調整もこの左右でできますし、このヒールカップのところここですね、ここにこのフラックスの場合はスポンジがこうついてるので、このスポンジ全体でこうハイバックを押さえるということで、どういう人に合ってるかといったら、やっぱり初心者初級者より上の方ですかね。まあ値段も3万円とか定価でしますので、まあ、いくらこうターンができるからといって、年にこう、まあ、ワンシーズンに1回とか2回とか3回とかしか行かないよっていう人にはちょっとこうオーバースペックというかですね、高い買い物なのかなっていうふうに思います。この、下のモデルでも、まあ、2万円とかですねその前後のものもありますので、まあ、そちらを使った方がいいのかなっていうふうに思います。で、まあ、初心者初級者出した方、まあ、いわゆるそのターンができてですね、カービングターンとかできてパークとかにも行けるであればいい道具になるのかなというふうに思います。あとは向いてる方としたらグラトリ、あとまあパウダーフリーランとかそんな感じなんですけど、適さない方、適さないってわけじゃないですけど、まだこうセッティングにこう悩みがある人ですよね。その人はやっぱりこちらアジャスターついてる方がいいと思います。これだとですね、あともうちょっとこう、倒したいとかこう戻したいとかっていうのがその場でできにくいので、かなり難しいのでね、室内だったら結構簡単なんですけど、室外でこれがないとアジャスターがないと結構厳しいので、迷ってる方は、まあ、こちらで、まあ、ある程度のですね自分のこの滑りがよく分かってる方とかですね、この角度、まあ、これくらいあったらいいなとかですね、そういうのが分かって
使うにはもう全然問題ないと思います。はい、まあ、そのデメリットといいますかね、あの特性だけを覚えておけばですね、こちらでも全く問題なく楽しく滑れることできますので、はい、おすすめ、したいと思います。はい、おすすめしたいと思いますって言っても別に全然メーカーの人でも何でもないんですけどね。はい、はい、ということで、以上